ストリートファイターの竜の声優、高橋ひろきさんが担当したアニメキャラを5つか紹介。ビーストウォーズセカンド強制命対トランスフォーマー、スタースクリーム、ヘルスクリーム、マンキス、ハンターハンターヒトカ、遊戯王上納企画や、テニスの王子様福丸英治、金色のダッシュベルファルコフォルゴレ、パプアリキッド、スクールランブルハリマケンジ、スモモモモモモ地上最強のヨネイムズカコウシ、カセキョウヒットマンリボーンスペルディスクアーロ、ラブオールプレイ横川雄介、ヒューマンバブ大学期登場時、剣の声優、岸裕二さんが担当したキャラを5つか紹介。こちら葛飾区亀有公園前派出所、ボルボ、桜大戦5ブレッドバシレウス、ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンヤズー、テイルズオブシンフォニアラタトスクの騎士ホーク、スマブラミーファイタータイプ1、ドスコイ、エドモンド本田役、長野義和さんが担当したキャラを5つか紹介。東方正美テニスの王子様、サコシュンヤハングリーハート、ミケアルカナハート、ムクイハンザブリーチ、モヒカンエースダッシュベル、ミスタークロケッツ、遊戯王デュエルモンスターズ、チュンリーの声優、折笠文子さんが担当したキャラを5つか紹介。チキルキアブリーチ、ヤグーキューベイ銀玉、鋼の錬金術師リガホークアイ、立花みかんアタシンチ、セラスビクトリアヘルシング、松岡美優いちごマシュマロ、藤沢弥生宇宙のステルビア、チエルミコ日暮らしの泣く頃に、シャーリーペネットコードギアス反落のルルーシュ、桃井さつき黒子のバスケ、冬月あずさ GTO、ブランカ役でおなじみ、上田裕二さんが担当したキャラを5つか紹介。シャーマンキングホロホロ、ポケモンたけし、武蔵野総南スほか、マグカプ人差乙女ストライダー比喩、ギルティギアガッパ、ストさんセカンドインパクトユリアン、スターオーシャンセカンドストーリークロードシーケニー、戦国無双シリーズ前田刑事佐々木小次郎、テイルズオブイノセンススパーダベルフォルマ、三宅健太さんが担当したキャラを5つか紹介します。僕のヒーローアカデミアオールマイト、うるせえ奴ら温泉マーク、結界石が銀、進撃の巨人ミケザカリアス、ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースモハメドアブブル、機動戦士ガンダムジオリジンドズルザジ、鋼の錬金術師フルメタルアルケミストスカー、メジャーサオトメ大蔵、ボックス、ゴードン、ウィルソンコカ、ブリーチシャルロッテクールホーン、ナルトジローボー、パンプキンシザーブランデルオーランド、マクロスエクボビーマルオ、安本博樹さんが担当したキャラを5つか紹介。ストリートファイターガイル、光月光月の冷徹、ドイツヘタリア、アグニクロシツジ、金城信吾弱虫ペダル、キングワンパンマン、ブリーチサドヤストラ、フェアリーテイルエルフマン、グランブルト北野部春、副会長男子高校生の日常、平等院鳳凰新テニスの王子様、グバール早々のフリーレン、アズラエルブレイブルー、江川大輔さんが担当したキャラをいくつか紹介。ストリートファイターダルシム、ナルトドスキムタ、ザ・ワンダフル・ワンダブルー、桜大戦5ドクロボー、 X-Men エボリューション・ウルバリン、魔界戦記ディスガイア4ハボス、前野智明さんが担当されたキャラを5つか紹介。図書館戦争道場アクシ、魔法使いに大切なこと夏の空、緑川豪太、小鳩藤本清和、空の間に間に大八木作、世界一初恋雪菜子、
遊戯王である北農場、オービタルセブン。弱虫ペダルフクト21。暁のヨナハク。竹内俊介さんが担当されたキャラをいくつか紹介します。機動戦士ガンダムククルスドアンの島ククルスドアン。遊戯王グレインズ鴻上猟犬リボルバー。キングオブプリズムヤマトアレクサンダー。ザ・ファースト・スラムダンク・沢北栄治。花ドール・ひなぎるい。スタンド・マイ・ヒーローズ・鈴木誠。先輩がうざい後輩の話武田晴美。東京リベンジャーズ・鈴木誠。ボットロボコ・カナオ・モツオ。ストローク・ジェイミー。スーパー・ボンバーマン・アール・クロボン。原彩香さんが担当したキャラをいくつか紹介します。ストリートファイター6マノン。 KOF ナジュド。原神ディシア。ロックマン11ロックマン。アイドルマスターシンデレラガールズ渋谷リン。キャプテン翼三崎太郎。クオリディアコードリンドウホタル。マナリアフレンズブレア。彩り緑尾形アリシアナ。フェアリーウォーンベロニカソーン。DS イレアヤセカスミ。トリニティセブン7人の魔所使いルーブ。プリンセスコネクトリダイブチカ。遠山直さんが担当されたキャラをいくつか紹介します。ストロクキンバリー。金色モザイク九条カレン。やはり俺の青春ラブコメは間違っている。ゆいが浜ゆい。格好の言い名付け瀬川ヒロ。ニセコイキリサキチトゲ。神の溝知る世界中川カノン。先新しあこ。魔法少女育成計画スノーホワイト姫川小雪。鬼滅の刃スマ。ナルトウチハサスケ幼児期幼児期。カンコレ混合、比叡、春菜、霧島、高尾、アタオ、マヤ、鳥海。綾波、四季波。天の奇跡ユーナクロフォード。サイガミツキさんが担当されたキャラをいくつか紹介します。バラ王の壮烈リチャード。今日から魔王ホンビーレフェルト強ボルフラム。ピースメーカー黒金オクタ掃除。ドラゴンクエスト11スギサリス時を求めて主人公。ナバリの王よいせ。稲妻11号神道タクト。ドットハックつかさえるく。ドットハック GU エンデュランス。進撃の巨人エレナ。ゼノブレードメレフ。空の奇跡ヨシュアブライト。ストロークマリーザ。テイルズオブファンタジアなりきりダンジョンクロスディオディオス。次にアリエさんが担当されたキャラをいくつか紹介します。銀玉カブラ。ハヤセのごとく3000円なぎ。ブリーチクロツチネム。灼眼のシャナシャナ。アイドルマスターミナセイオリ。被弾のアリア神崎ホームズアリア。ゼロの使い魔ルイズ。東京グール鈴谷柔道。呪術廻戦西宮桃。トラドラ愛坂タイガ。鋼の錬金術師アルフォンスエルリック。ドキドキプリキュアマドカーブリキュアエース。金色のガッシュベルテオ。ストロークリリー。銀玉の主人公役。杉田智和さんが担当した格ゲーキャラ。五千ブレイブルー。ラブナザブラッドエッジ。スカルガールズ。ビップバンド。ギルティギアストライブ。アスカ。ストリートファイター6 JP。 ジョジョの奇妙な冒険。オールスターバトル。ジョセフ・ジョースター。北村恵里さんが担当されたキャラをいくつか紹介します。ストリートファイターシリーズジュリ。原神国政。お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよね。二階堂嵐。デュラララ折原マイル。リライト千里茜。神様のいない日曜日 DNG ストラトミッドス。トラドラ川島亜美。
魔法少女まどかマギカミキサヤカ、偽物語あららぎカレン、サイキクスオの災難アイウラミコト、クロスアンジュサリア、エンジェルビーツユイ、僕のヒーローアカデミアアシドミナ、ブラッドプラスおとなしさや、ハイヨレニャルコさんやさかまひろ、ガールズパンツァーダージリン、浜田健二さんが担当したキャラをいくつか紹介。ストリートファイター DJ、 黒子のバスケキヨシ設定、ナルトウチハフガク、機動戦士ガンダム00パトリックコーラサワー、ワンピースイナズマ、精霊幻想機アルフレッド MR、 オットタクシードブ、テイルズオブシンフォニアラタトスクのプシリヒターアーベント、沢城みゆきさんが担当されたキャラをいくつか紹介します。ストリートファイターキャミー、デジキャラット、プチキャラット、ハンターハンタークラッカー、 SAO シノン、ルパン三世峰富士子、鬼滅の刃抱き、原神雷電将軍、ゲゲゲの鬼太郎第六鬼太郎、ローゼンメイデンシンク、オタクに恋は難しい小柳花子、フルーツバスケット本田京子、ジュラララセルティスブルルソン、物語シリーズカンバラスルガ、銀玉ブルーレイコ、ゴープリンセスプリキュアキュアスカーレット、エンジェルビーツ岩沢まさみ、ラシード役、新垣タルスケさんが担当したキャラをいくつか紹介。フェイトゼロマトウカリア、イングレスジアニメーションクリストファーブラント、オズマフィアカラミア、キングダムバジオウ、日の丸相撲さえの山のりひろ、アンダー忍者加藤、新テニスの王子様テイシロウ、ソフィーのアトリエハロルジーメンス、ストロクの秋役、田村睦美さんが担当したキャラをいくつか紹介。ジョジョ6部エルメイスコステロ、キルミーベイベイソーニャ、小林さんちのメイドラゴン小林さん、ヒーリングッドプリキュアダルイデン、ヨルムンガンドヨナ、映像圏には手を出す中名森さやか、生徒会役員どもデジマさやか、ダンマチフィンディムナ、モンスターハンターストーリーズユート、キャプテン翼石崎陽、ナルトカカシ幼少期、ファイアーエムブレム無双風仮説月ラルバ、江戸の声優の吉野博之さんが担当したキャラをいくつか紹介。筋肉マン完璧超人シソヘンスプリングマン、稲妻イレブン機動ユート、弱虫ペダル荒木田康友、白王子東堂平介、僕のヒーローアカデミアプレゼントマイク、スケットダンス藤崎雄介、配給岩泉はじめ、テニスの王子様平子バリン、機動戦士ガンダム00アレルヤ、009リサイボーググレートブリテン、ヤッターマンヤッターマン1号、スパイファミリークランキークランクリン、竹虎さんが演じたキャラをいくつか紹介。ストリートファイター号機、ビーストサーガゴールダー、ジョジョ一部ダイヤー、ワンピースギャッツ、無職転生ダリオス、異世界でもふもふなでなでするために頑張ってますダース、 DD ホットの剣ラオウ、ストロクベガの声優クスノキタイテンさんが担当したキャラをいくつか紹介。エデンズゼロドラッケンジョー、タイガー&バニーアントニオロペス、ロックバイソン、ガリレイドンナロベルトマテラッチ、ザリスターズ国王、ネオアンジェリーク・アビス・マティアス、ビーストサーガ・ライオーガ、ブルバスター・ムトウ・ギンノスケ、延々の消防隊レオナルド・バーンズ、学園ハンサム・ジロウ、テニスの王子様真田源一郎、ドラゴンボール・ネイル、新三国無双七ロシク、ストロクに参戦したテリー・ボガードの声優近藤隆さんが担当したキャラをいくつか紹介。世界一初恋小野寺律、風狂ヒットマンリボーンひばり狂や、
ディアボリックラバーズ坂巻すばる、月歌、長月夜、アラドセンキスラップアップパーティーバロンアベル、白王記ミキサブロウ、やはり俺の青春ラブコメは間違っている、早間隼人、バディミッションボンドアーロン、テイルズオブエクシリアに、ルドガーウィルクユスミク、ブラックキャット、トレインハートネット、ジグロック起動相互。ご視聴ありがとうございました。